どうもこんばんちは、キシトです。オンデキ続きやっていきたいと思います。アイテムで花瓶を手に入れたんだよな、確かな。で、そう、番号が分かったって感じだったな。開かない？ここも、他にこっちなんかは行けるとこあったか。うん、これは取り出せないんだよな。なんかいるっぽいんだよね。ここにあったのか。で、ここに繋がったんだよな。花瓶をじゃあどっか置くところがあるんだろうな。わお。え？あ、ここか。でかいな。あれ ?2407 だっけ？あれか、ちょっとは。だよな。フィルム B。エンターキーだ。天気。おい、逃げろ！あ、大丈夫だった。こっちまで来なかった。マジで？セーブ。危な。深追いはしない主義だった。8290。あれ？小葉さんどこ行ったんだ？あれ ?8290 じゃなかった。ここじゃなかった。8290だよな。逆？これ0628とか。逆かな。逆だったよ。鳥かごの鍵。うわ。え？それ無理じゃね？こっちだよな。え、ここって抜けられた？無理だよね。うん。あ、走ったからバレたのか、俺が。そんなトラップある？おばさん？どこ行ったんだ、あの人。マガタマを手に入れた。も、それはもしかして。周一、よくやった。ちょっと見せてくれ。どうも間違いならそうだ。うまくいきそうだぞ。よし、さっさと門の先を抜けて脱出しよう。
なんだって？その前に春菜を。なんだ？あれは、春菜！小葉さん、やっぱり春菜を放ってはおけないよ。俺は先行く。小葉さんは先に。周知！それはダメだ！でも、今逃げれば、二人確実に助かる。俺とお前だ。でもお前がその子を助けに行ったら、まず間違いなく犠牲者が一人増える。お前を死に行かせるわけにはいかない。聞き分けてくれ、周知。ここで見捨てたら、春菜は。周知。小葉さんが俺は見捨てないように、俺も春菜を見捨てるわけにはいかないんだ。だがこの状況では、小葉さん、俺は絶対に春菜を助けて戻ってくるよ。だから、小葉さんは先に脱出してくれ。くそ、なら勝手にすればいい。いいか、俺は止めたからな。小葉さん、ありがとう。主人公男だね。こういう感じ？ちょっとなんか切ない音が流れてる。セーブ。今行くぞ。主人公は勇敢すぎるでしょ。ハロス！はい。まさか神社の地下にこんな空間があるなんて。オープンの。ここは。また誰かここに立ち入ったな。誰？大型、我が子を生贄に差し出すのが惜しくなったといったところか。これは、録画映像か。騙されていても知らず、バカな奴よ。お前も、わしらの糧になるのか。なんだ？うわ、まずい！え？何それ？ん？ああ。え、これどういう見方をしたらいいの？見てる間にも来ちゃうんだね、もう。ちゃんと見して。こうでしょ？ 4 だ。4357かな。はい、オッケー。単純だけどな。最初焦るわ。ほーっつ！なんだ、この仕掛けは。狂ってる。お、春菜、春菜！よかった、息はある。春菜、春菜！聞いたか、柏葉春菜の母親。病院のベッドで亡くなったそうだが、死因が溺死だとさ。顔を水につけられた形跡や、揉み合った跡もない。綺麗な状態でな。二代前、柏葉、吉蔵かな？前蔵かな？どっち？前蔵か？前蔵か。行方不明になったのを皮切りに。あの家は不幸ばかりだ。次はあの子の番に違いない。呪われる血筋だ。近寄るんじゃない。うわ。誰だよ、こんなことやってんの、マジで。殺意覚えるな。
飛び降りたのか。またあの夢、嫌な記憶。ここは神やおとぎがいなさって悪を罰してくださると小さい時に来ました。アマニエ様に捧ぐため村のためにと来ましたが、誰が助けてくれようか、すべて真っ赤な嘘でした。別れた姉とのその晩に男の、腹中で会いました。泣きの涙に捨て所なく、骨は、まさしく飢餓地獄。アマニエ様、どうか奴らに天罰を。尽きせぬこのように恨み一せず、どうか奴らに天罰を。男の腹中で、うわ、なんじゃ。ん、道がどうなってんだ。こうか。暗くて見にくいんだよね。お、そんな現実じゃない。なんだこれ、どうなってんだ。開かない。お、なんだ。俺は悪くない。悪いのは全部あいつだ。村長が柏場が悪いんだ。全部柏場がやれって言ったんだ。そうさ、俺は手伝わされただけだ。でも俺は子供の肉を食っちまった。うまかったな。だからもう柏場裏切れない。今のは一体、それに柏場が悪いって。柏は私と同じ名字。人間の肉なんか食ったってうまくねえだろ。ああ、なぜ私ばかりがこんな目に。この世で最も嫌いな男と舞を不指導を共にさせられ、その上娘を生贄にされるだな、するだなんて。柏は許さない、許さない、絶対に。私は死んでもいい。せめてあの子だけは、あの子だけは逃がさなくちゃ。私は今何を見てるの。ようやくあの女を手に入れた。お前はわしのものだ。夫だろうが娘だろうが、お前を引き止めるのも全て潰してくれるわ。それに人を食うからお前も同じこと。わしらは不利一体。お前はわしの元にいるしかないのだ。このわしの柏場善蔵の願いな。柏場善蔵、人を食う。嘘、この人が私の祖先、先祖。先祖クソだな、本当にね。そして全ての死亡者、そんな、何なの一体。まあだから春菜ちゃんは狙われたのっていうのもあんのか。見えねえ、全然。どこだ道、これ、これか。ごめんなさい、ごめんなさい。私はもう終わりみたい。せめてあの子は地下道から無事に逃げ切れればいいけど。ああ、土地神様、アマニエ様、もし本当にいるのなら力をお貸しください。どうか奴らに報いを受けされてください。どうかあの男の一族を、柏場一族を松代まで根絶やしに。柏場一族、そうか、私が最後の一人ならね。柏場一族は昔からずっと呪われていたんだ。あいつを狙いは私のせいで。別に悪くないだろ、だって春菜ちゃんは。春菜、シュウ君、春菜、起きたか。シュウ君、どうしてここに。助けに来たんだ。立てる。本当に、う、大丈夫か。ごめんなさい、体に力が入らないの。そうか、ちょっと待ってて。まずは出口の確保だ。もう大丈夫か、本当に。まさか助けに来てくれるなんて、当然だろう。閉めた、これでなんとか。急ごう、ここは危険だ。え、シュウ君、大丈夫。重いでしょ、私の体。大丈夫だ。ごめん、自分で歩きたいけど、どうしても体に力が入らなくて。いいんだよ、ちょっと揺れるけど我慢してくれ。本当にごめんなさい、シュウ君が来てくれなかったら今頃。気にするなよ、来たかったから来ただけさ。シュウ君、私ね、さっきとても恐ろしい夢を。
夢？もしかしたら私さえいなくなれば、シュウ君は。なんでもない。私とても嬉しかった、シュウ君が来てくれて。シュウ君が助けてくれなかったら、とっくに死んでいたかもしれない。本当にありがとう。なんだ、そんなことか。シュウ君は私の命の恩人だよ。大げさだよ。当たり前のことをしただけさ。大げさなんかじゃない。シュウ君は何度も私を助けてくれた。もう十分すぎるくらい。あとは門から外に逃げるだけだ。もう安心だよ。これでやっと出られるんだ。無事に行けるか？逃げ出した少女のトロ。ようやく地下から這い出した。花に嵐の例えもあるか。さよならだけが人生ならば、それなら今日は何なのさ。こんな形で死んでたまるか。あとはなくても逃げねばならぬ。当てはなくてもね。いける？こっから。おお、すごいね。抱えたままジャンプってなかなかきついよ。先でまず無事ならまた会おう、コマさん。よし、コマさんは門を開けたんだ。これでようやく。これはまだ部屋の外じゃないのか。あ、コマさんいるじゃん。周一、よかった、生きてたか。コバさんも無事で。悪い、待っててくれたのか。話はとりあえず中に入ってからにしよう。雨も降ってることだし。外じゃなかったって。よく人を抱えてここまで来られたな。余裕さ、これくらい。君が春野さんか。はい、柏葉春菜と言います。小葉健介だ。よろしくな。まずは二人とも生きていてよかった。まさか本当に助け出すとはな。それにしても、門の向こうは外だと思っていたのに、小屋があるだけなんて。まあ、だが、わざわざ門で区切られていたんだ。この小屋には絶対に何かある。そう思って探索していたら、床下に隠し部屋を見つけたよ。隠し部屋か。下はどうなってるんだ？実はまだ、この先は調べられていないんだ。足を踏み入れようとした途端、背筋に悪寒が走ってな。正直ビビってる。だが、この先にはおそらく、かなり重要なものが眠っているはずなんだ。早速行こうよ。春菜はここで待っててくれ。いや、行った方がいいんじゃないか、一緒に。シュウ君、私も行く。もう歩けないから。でも、シュウイチ、一人にしておくのは危険だ。いつあいつに見つかるか。そうだよな。それもそうだな。よし、一緒に行こう。三人で警戒すれば、なんとかなるさ。じゃあ行くか。地獄の釜の底に。ハルナ、気をつけて。ありがとう、大丈夫。ここは、きっとこの先に何かがある。行くぞ。うわ、なんだこれ。一体、ここで何が？久保さん、それは？ああ、女たちの扱い、食事までの過程が事細かに書かれている。記録によると、儀式のためという名目で女たちには人形を使わせていたそうだ。そしてギリギリまで女たちを信じ込ませていたんだろう。古くから日本では人形には持ち主の魂が宿ると言われている。あの妙な人形はきっと死んだ女たちの。
それにこの続き、これは小葉さん、どうしたんだ、何が書かれているんだ。いや、何でもない、気にするな。気になるよ、ひどいありさまだ。あの追ってきてんのあれは人形なの？すべてはこの場所で。大丈夫、無理だよね、死んだ人はいなかったと思うなんて。ある記者の記録、何か恐ろしい汚れに触れている気がしてならない。この村では一体何が行われていたんだ。浦沢村でのかな、飢饉に見舞われていたという。書物に残されたアマニエ様、生贄という記述から、水ない石農作を作る土地神に対して生贄儀式を行っていたことは想像に難くない。だがその裏でおそらく秘密裏にもっと何か恐ろしいことが行われていたように思えてならない。そして何らかの理由で殺された女が死の間際に土地神に復讐を祈った。お話としては面白いが、まさか現実にそんなことか。今までの俺らは鼻で笑っていただろうが、ここはなんだかおかしい。おかしい。なんだこの部屋。わお。新聞記事。突然の、暴風、家屋全壊、浸水相次ぐ。紙切れがある。降りやまない豪雨、わしらもう終わりだ。いよいよあいつに追い詰められた。この部屋も、いつあいつにバレるか。逃げ込んでもダメだったか。あいつは水場ならどこにでも現れる。セーブ欲しい。水場しかないけどね、ここ。ここは行き止まり。ここはそうだ、間違いない、ここだ。このご遺体、追い詰められて殺されたかわいそうな女性。何、生贄たちのたたり。この場所こそが奴の恨みの震源地だというのか。何、どういうことだ。怨霊は残酷な仕打ちに対する怒りの化身だ。繰り返し現れる、その恨みを晴らすまで。かつてこの村で行われていた恐ろしい企て、その末に殺された女が姿を変え、今蘇っている。あなたが、ごめんなさい。なんだなんだこれ、頭が。ここはまずい、外へ出るんだ、早く。そんな、開かない。何、うわ、春菜。こっちに来るな。待って、お願い。お、起きろ。起きろ。起きたか。逃げるぞ、周知。小葉さん？待ってくれよ。春菜はどうしたんだ？お前もわかってるんじゃないか。柏葉春菜は自分自身を生贄に捧げたんだ。なんだって？嘘だ！嘘なんかじゃない！あの子は柏葉一族の末裔。あの子が身を捧げれば、すべて丸く収まる。何を言ってるんだ。柏葉という名に気をつけろ。
マジでそんな話を聞いたことがある。今までその一族に会ったことはなかったが、まさかこんな由来があったとは。ふざけんな、もう一度助けに。やめろ、あの子がなぜ自分を捧げたかわからないのか。逃がすためだ、俺たちを、いやお前のことを。なんでだ、なんで春菜なんだ、なんで春菜だけが。あの子は不幸な血を受け継いで生まれた。そんなことは春菜には何の関係もないだろう。春菜は何も悪くない。その柏葉ってやつだけが。あの化け物にはそんな理屈は通用しない。底知れぬ恨みに溺れて何の身がたいもなく亡くなっている。追い詰められ殺された女の亡骸、その寄り代にただ最悪をもたらすだけだ。地域の土地神の力も取り込んだな。恨みさえ収まればこの雷雨もいずれは止む。もし邪魔をすれば何が起こるかわからない。どのくらいの被害が出るか。だからって今さら見捨てられるか。周一待て、やめろ周一、町を滅ぼす気か。どうなっているんだ、くそ、春菜はどこだ。お、セーブですね。お、すごい、セーブ画面でも抱っこしてる画面だね。ちゃんとしてる。はい、というわけでね、じゃあ今回は一旦これでね終わりにしたいと思います。次回もね、よかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは。